それでは多変量解析と題しまして、自然言語処理研究室の勝田が発表します。まず多変量解析とは、言ってしまえばたくさんの変量のあるものの解析ですね。で、変量というのは資料の項目とかにあたるもので、その項目が複数ある資料を解析分析していくといったようなものになります。で、どういうものかっていうと、こういう表で表しているようなもので、それぞれ例えば学校のテスト、5教科のテストとかでいうと、国語とか数学っていうのがこういう変量っていうものになって、で、学生の、出席番号とかが答えになっていくっていう感じですかね。で、そういうもので、加工されていない状態で、ただそのデータだけがこう並ぶ表っていうのが、このように個表や一次データっていうふうな呼ばれ方をします。 してその変量の関係を示したようなもの、示した図をパス図と言い、相互に矢印のあるものは相関があるっていうふうに表すことができて、矢印で、引っ張った先っていうのは、またこれだと人口は、これに影響を与えているっていうふうに表します。で、またそれに対して、こういうように、分散 S 字上で分散がこれぐらいあり、つまり影響があってもこれぐらい多少プラスマイナスの誤差が生じるというふうなものを表しています。これがこの図では。そして、さらに、解析によってこういうふうに隠れている変数っていうものを見つけるっていうようなものもあります。これで言うと、例えば数学と理科の関係というもので、それがその上にまた理系的な能力っていうものが影響を与えて、その数学と理科っていうのが点数が高くなるといったようなことや、文系的な能力が高いので、それが影響してこの3教科っていうのが、全体的に高くなるといったような変数を見つけるというものもありました。 そして、これがそのさっきのデータに対して行えるような分析の種類で、上から回帰分析っていうのが、その変量を式で表すような分析になります。で、次に成分分析っていうのは、前回のあれがやったような、ラーメンの、何ですかね、言葉同士の意味が近いものを二軸で表すといったような、手法が、成分分析にあたり、で、因子分析っていうのがさっきの、この潜在変数っていうのを見つけるようなものになります。で、その発展、因子分析の発展として SEM というものがあり、これは、その原因を見つけるというよりは、もうすでに原因があるという過程で、それがどれだけ影響しているかっていうのをもう調べるといったようなものになります。で、またはそのさらに判別分析っていう手法もあります。で、今回は、前回ただ単に結果だけが結、えーとまあ、結果だけを表示するような感じになってしまったので、その主成分分析っていうものにがどういうふうに計算するのかを紹介したいと思います。で、まず主成分分析っていうのは、データの見方を変えるというので、例えば X と Y でこういうふうに表されてたっていう文章で、新たにそのベクトルを作って、そこから見るとこのようにはっきり分かれて見えるようにというように、見る角度を変えるといったようなものになります。で、その P の計算っていうのは、
このように言うと XYZ が先ほどの変量なので、あの項目の部分にあたって、でそれぞれに重みをつけて足し合わせるっていう、でその重みも、その2乗した合計が1になるように条件をつけて P を計算します。つまり、そのデータの数だけそれを、P ができるっていうふうになって、でその全部の P の分散を全部の P を計算して、その分散が最大になる時の、重みっていうのが、その主成重みがこの主成分負荷量となって、でその時のそれぞれの P っていうのがそのデータの主成分となります。で下がこれ分散の計算の仕方、計算をする式になって、でそのこれがその P の分散を計算するんですが、その主成分を抽出したときに、そのデータがどれだけ、元のデータの説明をすることができるかといったようなものが寄与率になり、それは、各分散の各変量の分散の和とから、主成分の分散を各変量の分散の和で割ったものになります。で、例えば、5教科でいうと、それぞれの教科の分散の合計が下になって、でそれに重みをつけて足し合わせたものの分散っていうのが上の主成分のものになります。そして、まず最初に重みをつけて、P を計算したのが、それが、第一軸の、値になって、でそこからまた2つ目を計算しようとすると、その一つ目の主成分でやったものにの残りのデータからまた新たに二つ目の主成分を作ろうっていうのが次から説明するものになって、で、主成分を取り除くっていうのですが、この、X、新たに作る変量というものが、書いてないんですけど、この ABC の重みはまた新たに作るんですけど、X'Y'Z' っていうのはそれぞれ、元々の X のデータからその重みと、X だと X-AP というのが X' になり、 Y' は、Y-BP っていう風な感じで計算して、ここに当てはめていくって感じになります。そしてそれでまたその P が最大になるものを求めたのが主成分となって、で、寄与率っていうのは元々の最初の、元々のデータの分散からまたその P の分散をで求めることができます。そして、この寄与率の合を先ほど出した寄与率と今回出した寄与率を足したものが、累積寄与率となって、それでその足し合わせたものの結果でまたその全体のどれだけの成分を表すのかを評価することができます。で実際にプロットするときっていうのは、そのX に今回の場合は2次元で表現する2軸のデータを抽出するので2次元で表現することができて、で X の
座標値っていうのがそれぞれ1軸で出した重みと2軸で出した時の重みで、表現していくっていうふうにするのがこの変量プロットっていうものになって、で主成分特選プロットでいう と、それぞれの P とあそれぞれの P じゃなくて1軸目の P の値 と、残り2軸目の P の値を計算したものをなんで、これ下の部分はあれとその一つのデータごとの点をつけていくっていうものでこっちは変量をプロットしていくというふうなものになります。で、今の、今回 P を最大化した重みを計算するって言ったのですが、実際に人の手でやろうとすると非常に難しくて、やろうとすると、Excel とかで強引無理やり計算していくっていう風になるんですけど、それを数学的に計算しようとするとラグランジュ未定係数法を用いる風な感じになります。これが限定条件でこれは P を最大化するっていうものなので、今までの説明は 3つの変量の式でしたが、5変量に増やした場合でも、ここがあれ P の、分散の分散を最大にするので、ここの式が、P の分散を表す式で、こっちがこの限定条件の0になる場合というので L を式を作って計算すると、それぞれの微分をしていくと、最終的にこのような行列の形になって、これが線形代数の固有値問題っていうものの形に持っていくことができるので、この行列の固有値を求めることで、分散を計算ここの固有値っていうのがその分散、今さっき求めようとしてた最大化したい分散の値になるということで、この行列の固有値を求めれば求めたい、分散が分かるというふうになことになります。で、今回参考にしたのはこちらの本になります。以上で発表が終わります。